あの方がメルクリウス財団の方ですの？あ、知ってる。たい焼き屋のお姉さんだ。あそこヤバなんですよ。もううまいの塊。今度連れてってあげますね。どなたか先輩のおごりで。あの飛ぶ鳥落とす勢いのギルドの財務担当ですって。おお、柔和な表情の下にただならぬ才能を宿している。まるで僕のようじゃないか。端的に還元すればできる女ということだ。まあ、ドラゴンスレイヤーの方まで。いや、アルバイトって書いてあるじゃん。てか何なんその役職、バイトリーダーより偉いの？ドラゴンスレイ、あ、竜殺しってこと。いいじゃん。あれが噂に聞く秋の様。何でも飛空艇を使い捨てにしてしまわれるらしいですわ。飛空艇？あの空飛ぶ豪華客船とかいう？なんと一部上流階級の間ですでに実用化されているとは聞いていたが。マジか、そんなゴージャス乗り物を紙コップ感覚で使い捨てるとか。ごくり。ごきげんよう皆様、メルクリウス財団ギルドマスター秋のウィスタリアですわ。ウィスタリア家ってこの学院にもジャブジャブ寄付してる名門中の名門。毎年象牙の塔を建て直せるほどのオールビ持ちって話です。何それ、すごい。うん、聞き逃せないトピックだな。メモメモ。今日は皆様のビジネスアイディアをバッシバッシ聞かせてくださいまし、共にランドソルを盛り上げてまいりましょう。よろしくお願いいたしますわね。こそお見せしましょう、我がメルクリウス財団の技術力を。あら、まだ起動スイッチは押してないのに。とくとご覧あれ。これこそがセントテレサ女学院仲良し部のお三方のビジネスアイディアの結晶、名付けて仲良し X ですわ。は、え、なんあれ。いや、てかうちらのアイデアってどの辺がよ。これ原作者ブチギレ案件じゃん。おお、未知なる工作物、いいじゃないか。知的探求心をそそられるぞ。うんうん、とりわけ起動音が知的ですよね。なんで好評博してんの。もうやだこの身内。さあ仲良し X、 ご挨拶を。仲良し X、壊れてるのかしら。私はちゃんと設計図通りに組んだにゃ。動け、動くにゃ仲良し X。 いや、名称、まずその名称なんとかなんなかったんすか。チェルっとして可愛い名前じゃないですか、仲良し X。 うん、だが設計思想が我々の提供したアイデアに基づくというのなら、そのネーミングライツもこちらにあってしかるべきだろう。よし、スーパーユニちゃん号と名付けよう。それはない。爆裂フォームチェンジしただと。あれが仲良し X の真の姿。かっちょいいとかノリと勢いで一瞬思っちゃったけれども、よくよく見ると普通に出せ。あら、こんな機能までありましたの。ね、秋野さん、仲良し X 制御不能です。ゲロも混ぜられるメロ。